<music> ええー、ちちん。あ、もしもし、すいません。えー、ーあ、ええ、ちちん。すいません。あ、どうも,どうも。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、どうしました。すいません。あ,たあの。<い>会社とか周りから。うん、あのー。精神科を一回受診した方がいいよみたいな。 はぁ、あ。あの、会社の産業界の人とかにも言われて。産業界あの、会社で月一なんかこう、うん、うつ病の。はいはいはい。チェックみたいな。本当に、簡単ななんか産業医のあの、うん、なんか、チェックみたいなのがあるんですけど。それで、うん、あの、私、あの、本当にずっとちょっと、ええ、うん。 なんていうか、仕事が好きで、あの、<い>仕事の残業とか、うん。あんまり辛くなかったんですけど、ちょっと、一回、うんうん、本当に、残業100時間超えた時があって、うん、あの、普通に、うん、なんていうか、その、<い>国の機関が入っちゃうぐらい、のことがあって。うん、はいはいはい。で、それはあの、なんかあの、うん。 はい、今コメントでブラックって来てるんですけど、あの、一応、ちゃんと、みなし残業が40時間ついてるんで、あの、いい。なんで、トータル100ですけど、みなし残業40ついてるんで、あのま、あ60ね。はい、60なんです。トータル100っていうだけはいはいはい。なんですけど、あの、っていうのがあって、で、あの、周りの人とかに、はい。 本当にあの一回精神科行った方がいいんじゃない、うん、みたいなうん何で,ででも精神科あえっと、うん、なんか、うん、<laughs> その、うん、辛い時とかでもずっと笑って全部過ごしてるのが異常だって言えたんですようん。だ普通だったら、うん、なんかこうみんながこう,、うんこう どんなに悪口とか言えてもへらへら笑ってるの結構異常だよみたいな、うん、えその悪口って直接なんか言われてるってことですかあそうですね直接も言われてますしえど,どんな感じで悪口言われてるんですかあもう普通にあの職場で「うん、えあの人まち病気だよね」みたいな「永遠に仕事してるじゃん」みたいなおうんそれ悪口か <laughs> うんなんか、うん、いやそれをなんかみんなは、うん、その「異常だよ」っていううん ちなみに職種ってなんですかええ、うんと、出版社関係とだけ言っておきますかうん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 はい、あのはいはい俺も出版関係やってたことあるんであ、うんはいうん、自分でどうなんですかいや、わかんないです誰かに必要とされてたら、うん、それが嬉しいって思うタイプ なあんまりうん,なんか、うん、え逆に嬉しいなってうんじゃ別にいいんじゃねって,てうんじゃいいんじゃね別に行く必要別に多分行ったら何かしら言われるっすよそうするとそれでなんか心落ちちゃう可能性あるから変にいやでもうん。トゥーさん の配信見ててどうして泣いたお前 <laughs> いやあのコメント見 <laughs> てうんう、うん、どうして泣いたんだよお前いやなんか、うん、いやヘラヘラ、うん、してるうんもう異常なのかなっていや別に俺的には別にそんなことないだって俺も大体ヘラヘラしまあヘラヘラかブチブチどっちかしてるんで俺は。 いや異常ななんだろうっって思って思いや俺は別にそんな異常とは思わないけど別に全然な何が相手あ俺俺か俺だったごめん、うん、別に俺の中では別に異常って話でもない感じだけど全然いやなんか人に迷惑かけちゃいけないって思うからずっとヘラヘラしちゃうんですよはうんつら、はあうん、いって言えなくてあじゃあつらいんすか <laughs> それがどっちかなんですよど,どっちなんですかいやつらいつらいんだと思うんですけどあつらいの <laughs> いやすいませんでも何かわかんないんですよつら、うん、いっていう、うん、何がつらいか分かんなくなっちゃってうーん <laughs> ちなみに大体毎日何時くらいに家帰ってくるんですか朝何時に出勤して家<っ>何時に帰ってくるんですか 10時ぐらいから仕事して、うん、<laughs> いつも、うん、深夜3時ぐらいに終わって、うん、でもリモートワークだから楽だよねって言われるんですよもうそれで別になんか俺もだから,だから、えー、とその経験がずっとあって、えー、と僕月100時間っていうレベルじゃなくて、えー、と月におうちに えー、週に23回ぐらいしか帰れなくてでそれ以外はえっ、ー、と15分睡眠を1日4セット取るっていう生活だったんですよ僕はだからその時まあつらかったけどもうそれはそれでやれてたしっていうだから自分が辛いと思ってるのか思ってないのかっていうのが問題なんですよいや何が辛いか分かんなくなっちゃってうん いや、必要とされるの嬉しいなって思うし、仕事で、頑張ってるのを、自分では、なんていうか、人のためになってるって思うけど、周りから見たら、なんか、え、なんかそれしか評価、なんか自己評価ないの、かわいそうみたいな。 でも多分その可哀想っていう言葉を使ってる人も結構なんかあなたのことを蔑んでる感じがしますけどね。なんとなく。俺人にだって、あのー、可哀想っていう言葉煽り以外で使わないですからね。人に対して俺、煽り、煽りの時以外に可哀想っていうワード使わないですよ俺。マジで。うん。普段。って感じですね。 そうですよ。うん、だからなんか、いやだから別になんか自分がそれでなんかいや、別に全然なんかあのこれね、えーとーまあ、僕がたまに出す例えなんですけど最近出してなかったんですけど、えー、とこれちょっと例えの話長くなっちゃうんですけどいいっすか、はい、大丈夫です。大丈夫ですか俺あの趣味がダーツだったことあるんですよ、ダーツだった時期が。はい、で、そのダーツ、毎日同じダーツバーに週五六で通ってて。 で、えっ、ー、と、一人で延々と、えっ、ー、と、9時間とか投げてるんですよ。仕事終わって、すぐダーツバー行って、朝方まで投げ続けてるんですよ、ずっと。一人で。で、あの、オンライン戦をするわけでもなく、ずーっと一人で投げ続けてるんです。ひたすら。あの、1501っていうゲームを、ずーっと一晩中投げてるんです。休みもせずに。で、俺、 楽しいからそれやってたんですよ。マジで。本当に多分異常なんですよ、俺も。俺もハマるとそういうタイプになるんで。あのー、もう異常なんですよ。9時間ぐらい、本当に休憩なしでずーっと投げ続けでずーっとこうやって。で、その、まあ、毎日同じダーツバーに通ってるから、店員さんとも仲良くなるじゃないですか。そうすると、なんかすごい頑張ってますね。大会出るんですかみたいな。いや、大会全く興味ないです。みたいな。はあ、じゃあひたすら一人で練習してるんですかみたいな。 おはい、みたいな。だから、周りからは、すげえ頑張ってる人って評価されてるんだけど、自分はただただが、があの、楽しいから投げ続けてるんですよ。休む時間ももったいないぐらい楽しいんですよ。で、投げ続けてるんですよね、俺は。だそれと、同じなのか、それとも、辛いと思ってやってんのか、どっちなんですかね。私もあの、うん。 号歩いて全然8時間とか一人で練習でな、はいか <laughs> 同じ同じ同じはい、うん、それが楽しくて、うん、でオンライン対戦とかも特にするわけじゃない、ね、あもう全然だから、うん、興味ないんでね自分のあのレーティングを上げていくだけですよね単純にねなんかただ単に、うん、あなんか今日こんだけモチベ上がったなとか、うんうん、そうそう,そう,そうでああそれだけだからダーツライブとかだとあの スマホででデータ出るじゃないですかその日のアベレージ見て、ああ、今日のアベレージ良かったなっていう、ああ、今日、<か>あの50ゲームやったんだとか。とかだけだから、うんうん、なんか、あんまり、そこに他人の、うん、評価って関係ないうんそうですけど、仕事だと絶対に出てくるじゃないですか。いや正直、あんまり、やってることさえや、やることさえやってりゃ別に。 いや、なんか、やることをやってて、うんうん、あの、本当に、別に、うん、私、残業とかしたくないんですけど、うん、あの、なんか、仕事できない人の方が残業して、なんか、無駄に残業代稼いでくるのがめちゃくちゃ腹立って。うん、うん。でもよ、40までなんでしょ出るの。だとしたら残業代変わんないじゃん。うん、いや、でも、うん、私が管理者になったら、うん、うんあ。その人たちが残ってる限り私、私は、 見てなきゃいけないから。あ<ー>あの。そいつらが帰るまでってことはい。<ー>で、あと、なんか勝手に休日とかに、黙って仕事とかしようとするから、全部見てなきゃいけなくて。うん。それ言うやいじゃないですか、情緒いや、言ったんですけど、うん、なんかもう、うん、なんか、ああ、しょうがないよ、みたいな。うん。でもなんか、そういうのが多分できなくて、私が。はいはいはい。 嫌なんですよだって会社の売り上げが社員の売り上げになってくるわけで、うんうん、でも会社の売り上げ上げるんだったら一番いいのってめちゃくちゃ効率のいい稼ぎ方をしないとい、うん、意味ないって私は思っちゃうタイプだからちなみにあなたの立場上はどこなんですかええー、かあはいえっとチームリーダーみたいないわゆる部長とかになるんですか、ね、ああ部長っていう感じですか はい。だとすると、だとすると、今度は、マネジメントの問題になってくるそれは。うん。それを、例えば、あのー、休日出勤して、その出版っていうの例えば、新聞とか週刊誌じゃないですよね。はい。じゃあないね。いや、うん、え部署え。えと、うん、えっと、漫画です。のえ、ちなみに週、週刊とか月刊とか。はい 習慣とかです習、習慣の漫画です、うん。だとすると、だとすると、それは、休みの日に出勤するのもしゃあないし、で、自分が、そこは割り切らないといけないそうすると、今度は、セルフマ,マネジメントが下手くそすぎるっていう話ですね、それは。だから、あのー、自分とこの下のやつがやってても、自分が休みの時は休むっていうふうにしないと、 あのーあ、えっと、私は、基本的に、うんうん、あのー、はい、月に一日休みがあるかないかぐらいの、うんうん、別にそれでずっと、あの、うん、もう5年以上やってるので、うん、なんか、そこじゃないんですけど、うん、あの、派遣の方とか、あのー、下に下ろしてる方が、うん、あの、なんて言うんだろう、 同じような仕事をしてて、うん、その、いろんな情報を知っていく上で、うん、発売前の漫画の情報とか知ってるわけですよ。ってなった時に情報漏えとかしてほしくないから、うん、えっと、いろいろずっと管理してなきゃいけないんですよ。で、基本的に派遣の方って月金なんですけど、うんうん あの裏でそのやっぱり情報とか見れちゃう人が動いてるってなって結構ずっともうそれで見とけみたいな火事になっちゃうというかなんかまあ上に言ってもなんかこういやお前がいやでも単純に漏らしたらそれ訴えりゃいいだけの話だからそれはもうあなたのあの責任の範疇から超えてる話じゃないですかいやまあそうですよね、うん、そう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 。 だかいやなんか,分かり、あなたは追必要ないですね。まあ、コメント欄見てて私が、なんか、うざいんだなっていうのは、めちゃくちゃわかるんですよ。<や>なんか、うね、それは多分、鬱陶しいタイプなんですよ。<っ>会社に多分、私みたいなタイプがいると、めちゃくちゃ鬱陶しいんだと思うんですよ。うん、俺は今とこそう思ってないですけどね。あ、本当ですか、うん、すいません。別に。うん。って感じ。全然。どのコメントを拾ったのかわかんないですけど、<や>俺も今、今、ちょうど今、あの、コメントを、 ラウンい開いたとこなんでちょうど <laughs> うんなので今今からこかこコメント見れるんですけどい全然あのうんうざくないよ別にでえっ、ー、とーうーんどうかねよくわかんないけどうんいやでもなんだろううん別に病院行く必要もねえような気がするけどね俺はてかなんかなんかう,うん それで、うん、あの家族のこともあって、うん、胃に穴が開いて、うんうん、じゃ病院行けよ <laughs> いやそれであれですそれで多分あの,あのプーさんの配信でも多分あの、はい、5日間ぐらい<ん>あのうん絶食なんですみたいなコメントしたことあってんんんはい っていうのが年末で。で、年明けて、あの、肺に穴が開いて。いや、まあ、それは2回目だったんで、もう慣れてたんで。それは病院系、ああ、行きました行きました。でも、あの、全然、ギリギリセーフな感じだったんで、そのまま仕事したんですよ。はい。絶食の時も、あの、全然パソコンさえあれば仕事できるからっていうので、仕事してたんで。 ただ、カップーさんの配信も見てたんですけど、うん、なんかあそう、基本的にめちゃくちゃ穴開く、うん、体質なんだあれですけど、ああ穴開く体質ってどういうこと<笑><笑>これ、なんか、基本的にあの内臓系に穴がすぐ開くっていうのピアスもいっぱい開いてんのあピアスはでも12個ぐらいしか開いてない開いてんじゃん。穴だらい開いてない。たぶんそれが原因だよ。支え <laughs> でいこうじゃあ穴を。 体中の穴を塞いでいこう。いで、最後、最後、まあ、鼻塞いで、最後の最後に口塞いでっていうことだね。ええー、あの、鼻と口は、<laughs> あの鼻履いてないですょ。口は塞いでるんで大丈夫です。いや、あのこ、この穴ね、この穴もこう、なんか、たかなんか詰めてこうやって。<laughs> 詰め <laughs> あ、そういうもあの、五輪中。<laughs> <ー>ね、<laughs> <laughs> まあ、そう,そうね、別になんか、俺はそんな気にする必要もねえなって思ってるけど、なんか、っていうか、なんか、 うーんなんか周り全員クソみたいな感じがするけどねなんとなく <laughs> その会社の人全員がなんか行って問題ない、うん、問題なかったじゃんってみんなに見せつけた方がいいのかいや別にそんなする必要ないんじゃないっていうかだって本当ですか、うん、なんかいくらでもいくらでも病,病名なんて簡単についちゃうからね変、えー、な話ん,んかこうみんな言うじゃないですか、うん、すぐあのうん いや、なんか病気だよ、病院行けみたいな、すぐ言うじゃないですか、うん、最近。はいはいはい。じゃあ逆に、病院行こうって思ったんですけど、うん。でも精神科医、取ろうと思ったら、うん。なんか電話うん。予約しかなくて、うん。だら知らない人と、知らない人、知らない場所になんか電話かけるのがめちゃくちゃ嫌で。うん。そ、うん、れは俺もそう。なんか、まあ、そうね。あのー、 あえて俺は今んところやってないんだけどうんあのー、頑張ってるねって言ってくれる人を見つけた方がいいよマしていやでも、うん、頑張ってないから頑張ってるねって言われても多分いや、うん、頑張ってないからもっとじゃあ頑張んなきゃって思っちゃうんですよ、うんうん、まあそれ確かにめんどくせえな そうなんですよ多分だから、本当に面倒くさいやと思うんですよ、うんうん。そういう意味でだから仕事上では別に面倒くさいと思わないけど、<laughs> プライベートでは面倒くさそうだね、えなんかどっからが何を頑張ってるかって分かんなくないですかって <laughs>、うん、思っいや、別に全然わかる。だから、うんなんか、私はだからプーさんが、うん、あの本当にガチ切りしてる動画とか見て、うんいや、これぐらい言える人間になろう。 って思って生きてるんで、うん、うん、だから少しずつ言えるようになったらいいよ。でもなんかあの発散することが少なすぎるんじゃない？なんか発散はし、うん、ないかもしれないですね。あのウーマナイザーとか持ってないの？えなんか買ったら、うんうん、なんか一回使ったら壊れちゃって、え強く押さえつけすぎたってこと？いやなんかいや、はい、なんか充電してつけたら。うん 三秒ぐらい止まっちゃって。え、ウーマナイザーはい。いそれお前、あの、買ったお店に行ってすいません、このウーマナイザー一回使ったら三秒で止まったんですけど、つって、クレームして交換してもらえな、ね、い。でもア、でもアマゾンだったからなんかちょっと気まずくて、うんうん。いや、気まずい、いいじゃん、お前。お前の顔がバレてるわけじゃねえんだから、お前。え、でもなんか三秒で壊れましたって言いてらいいじゃないですか。うん、それ強く押し付けすぎですって言われたら、そりゃ、そしたらそう言われたら、 あのー、あじゃあ強く押し付けすぎたかもしれませんからもう一回買いますっつってもう一個ウーマナイザー買えばいいよ。えとかボーナス出て買ったのに。うん。三秒だったからちょっと。お,お前ウーマナイザー壊れたショックで泣き出したよ。え <laughs> 違うなんかえそんなにウーマナイザー好きだった？ウーマナイザー壊れたことで泣き出したよ。いやなんか何もうまくいかないなと。<laughs> ブーバーライザーはまあいいじゃない別にうまくまあまあじゃあ電魔がやっぱ一番いいんじゃないじゃあそうなったらでももう飽きてきま飽きちゃったってことでもエアボーもうドンキで買います生まないぞいやなんか安いやつ、うん、安い店が行くえ裏返すやつですか全いや裏返しはせんけど <laughs> で俺てがいく裏返して使うね えだから裏返すやつあるって見ました。ねえよね,えよ,<で>ねえよ。じゃあ。え、なんか女だったら裏返して使うやつどこで使うねん。<laughs> 何をどう使うのそれ。え、なんかあるんですよ。あ天外具ッグを裏返して、なんか防火なんかにはめて、出し入れするってこと <laughs> えー、なんか普通に裏返したらもう3秒でみたいなやつあるんですよ。っえー、あるんですよ。何それ,なんそれチキンラーメンみたいなやつ。 チキンラーメンよりい早いですから、うん、じゃあまあ「天外エッグ」じゃねえや、はい、あのなんだウーマナイザーかまあ別に俺は病院行く必要はないけどないと思うけどね別に大丈夫ですかねうん,ん病院行ったらなんか多分まあ間違いなくおそらくその状況を聞いてあのじゃあ PTSD なのかあの何なのかっていろいろ出てくると思うんで多分。 ああ、もう、うん、だから、うん。だから、絶対病気は病気ってことですよね。い違う。あの、俺が言ってもそうなる。ああ<ー>。多分だから、誰が言っても、何かしらの診断が下るんよ。ああ<ー>。最近。だから、うん。病気じゃないって言われないことがないってことですよね。うん、そ,うそ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 う。何かしらの病名を、うん、だか何かしらの病気だってことを言ってほしくて来てる人の方が多いから。 多分うんうん、だから何かしらのじゃあ満足する病名をつけ,、ま、しつけてあげましょうかみたいな感じのスタンスなんじゃない<え>分かんないけどお医者さんとしてもじゃあ、うん、無理に病院予約取っていくよりうん、うん、いやだからいや別にでもそれはもうご自身の判断よ それをだから、まあまあ、俺は行く必要ないと思うけど、別に自分が行きたいと思うんだったら行きゃいいし、で、行かなくていいと思うんだったら行かなくていいし、っていう。それだけの話。だから、そこに関しては、俺が下手なことをあんまり言えないっていう。ああ<ー>、そう,そうですよ。そすよそれで、例えば、じゃあ、これで、まあ、俺は、俺だったら、まあ、行かないっていう話なんだけど、あのー、はい、もう、例えば、行、行かなくていいよっていう話になったら、 あのー、言っとけばもっと早くに何かが見つかったのにっていう可能性だってないことはないじゃん。うん,うん。だから自分が行きたいと思えば行けばいいし、行かなくていいと思えば行かなくていいと思うしっていう。まあだからそう、だからそこを辛いと思うんだったら行った方がいいし、なんか。いやなんか辛いっていう感覚が私の中でちょっとあんまり分かってないから、うんうん、なんかもう、行った方、 がいいいんじゃないみたいな人もいれば、うん、もう完全なんかにもう病んでるから一回行きないよみたいな人もいて、うん、だからなんかもう一回行って <laughs>、うん、私がそれで病状出たところで、うん、多分仕事の働き方ってあんま変わんないと思うんで、うん、行った方がいいのかなと思うんですけど、うん、あの電話予約しかないことが嫌だなっていうなんか電話す して人とあんまちょっと知らない人と電話するのあんまちょっと嫌でうんそれは俺もそう俺も電話するの嫌いだからなんかどうしようかなって思って、うんうん、でもやっぱいや、うん、でも今意思固めましたやっぱり、うん、あの行かなくていいって言ってくれたプーさんの言葉ってすごい大事な言葉と思うし、うんうん、でもちょっと一回うん なんかもう、うん、周りの人に決着つけるためにも、うん、こういう病状出たけど私はこんだけちゃんとやってるって言った方がみんな優しくなるのかなって気もしてきたんでよくわかんないけどじゃ行ってこいはいああああ行ってこい だかめちゃあでもなんかめちゃくちゃコメントなんでああ怒られてますけどいや怒られてない別にだ誰が怒ってんねお前どのコメント読んでんねいやなんかお前、えーうん、<laughs> ネガティブに捉えすぎじゃねえハゲいや、えー、んかすごいでもなんかどれ 病院行きたいだけでしょうって言われても、いや別に病院行きたくないんですけど、でもだって <laughs> え。え <laughs> いやでも、正直も、もしもし聞こえてますはい。え、で,でも、正直、それを言われてもおかしくない話の流れっすよ、でも今日本あ、本当ですか、うん、だって、あの病院行く、行かないっていう話、ずーっとしてて。 でも結局最終的に病院行くっていう話になってるわけで、病院行くことのなんか背中を押してほしいとつかなって思われても、しょうがないからって感じっすよ、でも。流れとしては。あ、そうですね。うん、うん。別にこれ批判的に言ってるわけでもなくないっす。なくないっていう。そういうことでしょっていうことを言ってるだけじゃない多分。だからここのコメント、このコメントに関しては別に俺特に、 なんかディスコメントだとは思わないけどまあパパの愚痴みたいになっちゃったのかもしれないで<あ>すいませんそうなんか愚痴っぽいかった、はい、<laughs> ああ愚痴とそを聞いてたって感じ <laughs> はい俺の中ではすいません失礼しましたいやいや全然いいけどないまあだから言ってみたらいやああまあ本当にうん 私がネガティブすぎてよくなかっただけだと思うんああうだはいああすいません,うん、うん、いや別にいいけどでまあまあそうねうーんまあ一回行ってみたらじゃあとりあえずねまあでも俺はおかしいとは正直思ってないよ今日聞いてみて別にあなたのことおかしいなとも別に思ってないし でまあそれで自分が気になるんだったら行ってみた方がいいんじゃないって感じちょっと考えますあ,あまあ考えますってか考えてる暇に行っちゃった方が話は早いと思うけどね多分メール予約とかできるところもあるだろうしだってど田舎じゃないっしょあ全然東京ですねだとしたらメール予約とかネット予約できるところ多分いっぱい今時あると思うし あだから別に無理に電話しなくても予約だけだったら全然できると思うよネット予約メール予約とかって感じだから電話なくてもいけんじゃんすいませんあだからまあ明日にでももう今日夜遅いんで明日にでももう早速そういうのバーって探してあのー、なんか予約してみたら思い切ってはいあって感じ ありがとうございます。ういまあ、そういうことです。すみません。いい失礼します。はい、はい、じゃねー。と <noise> いうことでございました。はい,いえ。まあ、そういうことでございます。いいまあ、まあ、うん、俺、別におかしいと思わなかったけどね。別に、特に。うん、って感じ。うん、そうそうそう。っていう、だから、うん。まあ。なんだろう。言ってみた方がいいんじゃない。 その方がなんか自分的に楽になりそうじゃないなんか。うん。行くか行かないか悩むぐらいだったら行ってみたら <laughs> マジで。うん。その方が話は早くね。うん。って感じ。だから、うん、もうサクッと行っちゃえば。うん。行くか行かねえか悩む必要ねえやうん。そうそう。で、それでそうそう安心していいじゃん、それで。うん、そうそうそう。それでスッキリしそう。そっちの方が。 だから言ってきたら。えー、ただの愚痴になってしまい申し訳ないです。全然いいよ、別に。うん。あのー、もう、うざかったら切ってるから。うん、心配するな。俺に切られてないってことはセーフだって、ギリギリセーフだったってことだから。うん。<laughs> 不快な思いさせてし,たしまった方も申し訳別に不快にはなってないんじゃない頑張れるだけ自分なりに頑張ります。お時間いただきありがとうございます。まあ、頑張れっていう話はしてねーよ。ふ <laughs> <laughs> 頑張れなんて話は一言もしてねえ <laughs> うんまあ、あのー、なんだろう。あのー、まあ、一つだけじゃあ、もう一つ言っとこうかな。あの、俺の中で、あのー、じゃあ、仕事ができる人。うん。これね、仕事ができる人って、明確に、この特徴があるの。そう。明確に、あのー、この特徴がある。何かっていうと、あの、例えばなんか、なんじゃかんじゃ、視野が広いとかさ、 ねあのー、なんじゃかんじゃい、こう、な、頭の回転がいいとかさ。それなんか、ね、あのー、なんか、こう、測りづらいじゃん。測りづらいでしょ。あの、一目瞭然で目で見てわかるんだよ。これ、目で見てわかる、そう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 。これ毎回言うんだけど、あの、ちゃんとサボれる人。うん。そう。ちゃんとサボれる人は、あのー、仕事できる人。なんでかっつったら、 それこそ、さっき言った視野の広さとかもないと、周り見えてないと、あのー、どこでサボっていいかわかんないじゃん。あんで、あのー、変なサボ、タイミングでサボると、バレるじゃん。だバレずにうまく上手にサボれる人。うん。そうそうそう。っていうね。うん。だ例えば、ね、俺はもう仕事できない人だからね。うん。なんでかっつったら、仕事してないし。<laughs> まず。 うん、まずね。まず俺の場合仕事してないしね。<laughs> だからサボりっぱなしだしね。で、サボってることをバレてるしね。無職だから。<laughs> うん、だから俺みたいにならなければいい。